クリスマスライブ見てくださった方ありがとうございます。昼は課外活動、夜は全体正規メンバーライブだったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。どうでしたか。昨日はね、瀬戸内 PR 舞台でライブをし、今日は2公演。すごい、本当に後ろのスタンディングの方までいっぱいいっぱいでね、夜とか結構メンバーの人数も多いライブだったけど、ペンライト、自分のペンライトとかコールしっかり聞こえました。ありがとうございます。いやー嬉しい。ちょっと声が若干ガサガサしてるんですけど、まああんまりお気にならずに、お気にならずに、なら、そうなんです。なんかもうクリスマスイブヘトヘト、もう体バキバキすぎてやばい。ここで今日の私の疲労の音を聞かせてあげようと思います。これが今日の疲労の音ですね。なりましたか。これをクリスマスのベル代わりにしてください。ジングルベール。でもクリスマスとクリスマスイブってどっちがいいんだろう。ギフトありがとう。どっちが本番なんだろう。どっちを重きに大切にしてるんだ。やっぱ25の方が大切なのかな。24イブ。でもなんかイブってついてる方がちょっと聖なる夜感ある。気のせい。その髪型可愛かったです。やん、嬉しい、ありがとう。よいしょ。イブ派、当日派。当日ってクリスマス当日ってこと。ちょっとわからないんですけど、まあまあまあ、今日は皆さんといい思い出が過ごしたかなって思います。すごい、ギフトありがとう。あ、そっか、このクリスマスのギフトとかこの背景も明日で終わりってことか。いやん、クリスマス一番好きだからちょっと寂しい。今日はまあちょっとライブの話しようかな。ライブの話でもしようかな。今日はクリスマスということで、なんか髪型どうしようってなったんですけど、ちょっとね、珍しいと思うんですけど猫にしました。本当はトナカイにしようかなって思ったんですけど、ちょっとトナカイ難しかったんで、ちょっと妥協して猫耳です。メイクさんがもう何時間踊っても崩れない、このしかも針金もなしに猫耳を作ってくれました。優しい。で、かかつ昼が課外活動で、今日はね、各4ユニットあるんですけど、4ユニット25分間ぐらいかなあったんですよ。で、初めてこういつもは6人構成の公演やってて、こうアンダーみたいな感じで公演回してるんですけど、今回はもう本当に全ユニット、ほぼ全員出演みたいな感じでやってるので、7人でね出演しました。瀬戸里も結構盛り上がり中心の瀬戸里にしたんですよ。新規曲とかも入れたりして、本当はちょっと冬曲とかクリスマス曲とか入れようかなって迷ったんだけど、ちょっと今後も使えるように盛り上がり系でみんなの意見聞いて、みんなが
彼女になれますか、やりたいですって言ったりとか、ボーイフレンドの作り方がわちゃわちゃしてるから楽しそうとか、そういうなんか意見もらって、結構いい感じのセトリになりました。天国野郎、シェカラシカ、一杯の水、MC、ボーイフレンドの作り方、一瞬のスリル、彼女になれますか、好きになれただけで幸せだ、ずっとずっと。これ後半ブロック、あの恋ブロックでちょっと可愛い感じになってるんで、ちゃんと構成も愛が深くなればなるほどにしてるからそこはちょっとお楽しみに。結構いい感じです、あの曲とか続けて聴いてたら。本当はなんか他にやりたい曲があったんだけど、知ったけど、もう練習までしてその曲披露するってなったんですけど、いろいろあって披露できなくなって、それがめっちゃ悲しいから、いつか披露したいなって思う、その楽曲を。めちゃくちゃ盛り上がり曲やってたんですけど、だから急遽天国野郎にして、無事本当にいろいろ紆余曲折あったんですけど、なんとか無事終わりました。昼は、そうなんです。なんか もうせっかく覚えたのにもったいないから、いつかやりたい、やる機会があれば夜は普通にクリスマスライブでしたね。なんかクリスマス兼1年の振り返り公演みたいな感じでしたね。まあ実はライブ納めなので、今回が2023年を振り返りつつ、本当はね池ちゃんのソロ曲も初披露の予定だったんだけど、ちょっと池ちゃんが足怪我しちゃって休演になっちゃったので、私たちメンバーはね、昨日一昨日かな、リハで聞いたんですけど、もうなんかリハ中って始まる前とか結構みんな喋ったりとかしてるんですよ。でも池ちゃんが歌の練習のためにアカペラで歌い始めて、レッスン上で、その瞬間こうシーンってして、なんか声量もすごかったんですけど、もう上手すぎてなんかみんな声を失って池ちゃんをずっと見てました。え、マジで上手かったからっていうか、もう上手いのは当たり前なんだけども、なんかレベルが違ったから、早くみんなにも聴いてほしい。池ちゃん曲もやってほしかったですね。まあちょっと池ちゃんはいなかったんですけど、他のメンバーでね、残りの正規メンバー全員でやりました。私さ、一個さ、めっちゃどうでもいいけど気になることがあって、ソラハのツイートで、ソラハいつもそうなんだけど、なんか今日正規メンバーのクリスマスライブだったんですよ。でなんかいつもソラハなんかメンバーのことをメンバーさんって言うんですよ。まあそれはまだ100歩譲っていいとしても、今日は正規メンバーさんライブでしたみたいな、なんか私それがなんかどうしても腑に落ちなくて、正規メンバーさんライブって何みたいななんか一期生の方に対して一期生さんっていうのは分かる、二期生に対して二期生さんっていうか、なんかドラフト三期生さんって言ってるような感じがして、なんかめっちゃ引っかかる。でも、まあ、ソラハ的には多分礼儀のつもりで言ってるから指摘するべきじゃないよなみたいな。でも毎回引っかかってて、これ私だけなんですかねなんだろう、なんか当事者なのにさん付けっておかしくないみたいな、
難しいなんか私それなんか今日もう夜ずっとそれは気になってる。なんか丁寧すぎて変な敬語になってるんじゃないか説弊社と御社みたいな、あそうなんか私弊社って言うべきところを御社って言ってるような感じがするうんっていうね、あの今日の私の引っかかりポイントです。なんでつけるか聞いたことある？いやないんだよね。なんでなんだろう。でも多分ソラハ的にはメンバーさんっていうのはソラハを含めてないメンバーのことをメンバーさんって言ってるんよ。でそれは多分先輩も含まれてるからめっちゃわかるんよそれは。でも自分が出てるライブを正規メンバーさんライブがありました、うわーみたいなこれ私だけかな、私本当になんか気になった、なんか赤ペンつけてソラハに送りたい鬱陶しいかな鬱陶しいかもしれないけど送りたい、ソラハに、ソラハへ、ここに3をつけると自分に対しても3をつけているみたいだよ、ほんまにうるさいって絶対言われると思いますほんまにもうゆうかちゃんほんまにうるさいって多分言われるのが分かってるんで言わないんですけど、あのすごい思ってます、あのさん付けすると自分にもさんをつけてるあのことになっちゃいますよって関西の人は何でもさんをつけるイメージがある、あそうなんだ、関西のノリってこと？確かにアメちゃんとかなんかちゃん付けしてるよね、アンさんとか、そういうことか。初めて知りました。そっか、私結構ソラハのイントネーションに厳しいから言ってこようかな。ソラハがいつもアウトレットに行ってきたねって言ったらアウトレットっていつも言うんですよ。でしたらあごめんアウトレットねえ、あこの間やっぱアウトレットに行った時にアウトレットみたいなずっとそれをやってて、でも一回マクドでマックって言ったら怒られたからもうちょっと最近は言ってないマクドって言うねんって一回怒られたから言わんときます気になるスタイル、うん、岡山と兵庫隣だけど違うの、岡山関西弁じゃないんですよね。マクド呼び、マクドってなんやねん。でもそっか、マクドナルドだからマクドの方が正しいのか、どっちかって言ったらマックの方が一種なのか、一種っていうか亜種か、そうかっていう、なんかさっきまでちょっとぼーっとしてたんでそういうどうでもいいことを結構考えてました、うん、そうで夜は今村美月さんの卒業発表があってね、みんなさんもめちゃくちゃびっくりしたんじゃないですかね、特にね美月さんのファンの方とかすごいね。でもなんかやっぱりかっこいいね、うん、卒業発表をしてる姿を見てたらなんかまあアフタートークでは泣いてたけど、やっぱりこの人って自分のことじゃ泣かない人なんだなって思ったらなんか胸がキューってなった。なんか結構周年婚とかグループのこととかそういうのではよく泣くイメージはあるけど、みちさんって自分のことの時全然泣かないんだなって思いましたね。なんかうんキューンってなった。そうなんですよ、3月31日が最終活動日、うん、みちもさっき自分のことでは泣かないって話してた、やばい以心伝心以心伝心や。おきちゃん卒コン出るの、いやー
わからないんですよ。とてもとても出たい気持ちはめちゃくちゃもうあるんですけど、ちょっとまだわからないんですよね。でもね、出たいけど見送るより見送られたい気持ちもあるな。みちさん見送るの辛いな。でもなんか一緒にパフォーマンスできる時間はこれからも大切にしていきたいなって思いますね。なんか結構自分的にはめちゃくちゃ仲良くさせてもらった先輩なので、みちさんは、自分の中では、みちさんもそう思ってくれてたら嬉しいけど、私には結構本当に信頼も信用もすごいしてるので、寂しいね。いやでもなんか良かったですね、発表。なんかずっとなんかもう朝から吐くかもみたいな言ってたから大丈夫かなと思ってたけど全然なんかハキハキ喋ってましたね卒業発表が多いと悲しい。そうね、なんか春を感じるよね。春っていうか春に向けてを感じるよね。出会いと別れの季節みたいな。卒業したらみちと二人でなんかするん？何もしないけど、みちさんが一回なんか物件探してるんですよねって私が言った時に、みちさんがなんか一緒に住むみたいなこと言ってきて、私はドキンキュンとか思ってたのにバチバチ冗談だったっていうことがありましたね。キュン、一緒に同棲とか思ったら全然冗談でしたね。そういうとこあんま良くないと思います人の気持ちを持って遊ぶの良くないと思います しかもなんかテンションも、おきちゃんじゃあ一緒に住もうよみたいな、そしたら家電とかも半分でお金を半分になるよみたいな言い方だったんですよ。よくなくないですか、審議。今村美月のよくないところ、人の気持ちを、人の気持ちを持ってあそぶそうなんですよっていう最近ちょっと前かありましたね。でも本当にずっと同室一緒だったから生活リズムはめっちゃ一緒な感じするんよね。なんかいつ LINE しても起きてるし、3時とか、多分ゲームしてるんだと思うけど、なんか生活リズムが一緒な人は好きですね。めっちゃ最近思う、そういうなんだろう、性格とかもそうだけど生活が合う人って大事なんだなって。生活とか考え方、明日舞ちゃんとご飯行くんですけど、舞きゅうもなんか起きれんかった、なんかランチに行く予定なんですけど起きれんかったら夜にしようって言われて、すごいあの嬉しい。なんか昼に起きなきゃって気持ちにならないのが嬉しい考え方が一緒、なんか寝坊しても許される世界がそこにある。明日は IQ と過ごしたいと思います。お決まり。予約したんじゃないの、
やっぱりそこじゃないとこに行くことにした。本当は予約してたんだけど、なんかあまりにも遠すぎて車がないといけないとこだった広島の。なんか本当はなんか東広島のカニ鍋みたいなのを予約したんだけど、なんか最寄りのなんか電車とかもバスも何にもなくてもう車で来る前提だったからやめた。カニ食べたい。東広島行ったことないんですよね。なんか広島住んでもう6年ぐらいになるけど、まだ全然行ったことないとこ多い。多分お仕事とかで間接的には行ってるのかな。場所調べて予約したんじゃない。いや、そんなに遠いとは思わんかったんよ。うん、でもめっちゃ美味しそうだったんです。計画性がない。そう、でもそれを許してくれる人がいい人がいい。あとサーヤンともご飯行く約束した。明日じゃないけど、なんかで南さんにも焼肉誘ってもらって、なんか誘ってくれる人がいるって幸せなんだなって思った。私自分から誘うことがないから、誘ってくれるってすごい恵まれてるんじゃないって思った。うん、私さマジで地元に友達がさ2人しかいないからさ、もうなんか帰っても友達はいないんですよね、そんな地元に。もう何年も会ってないし、だからもう友達と呼べるのが STU の、そのグループの人しかいなくて、もうなんかありがたいね、本当にありがてえな。うん、地元は2人います。小学校からの幼なじみ、同級生。うん、でも全然喋んないけど誕生日おめでとうだけ毎年言いますね。うん、まあでも二人いるだけでもすごいのか。高校の時の友達がもう一人もいないっていうねいや、いたんだけどいなくなっていったから、自然消滅していってしまったから、あー、こんなクリスマスイブに悲しい話するもんじゃない。だから今が本当にありがたい。うん、ありがたいのよね。フェードアウトされるおきちゃん、いや普通に仲は良かったんですけどね、私がただあの不登校になってしまったので自然消滅していったのでね、友達は悪くないんですけど。ヘアスタイル可愛い、ありがとう。いやー嬉しい、これからもみんな仲良くしてくれるかな。リアチューが置き道卒業ショックで STU 続けられないとか言ってるから止めてあげて。いや続けれるよリアチュー。なんかめっちゃね X でなんかおすすめみたいなので、なんかカメコ STU の新井リアちゃんめっちゃ流れてくるんですけど、めっちゃ美女がいい、素晴らしい。あの若さであのビジュアルはもう本当に素晴らしい。しかもリア中のやっぱ客観的っていうか、そんな知らないけど外から見ていいところは、あんなになんて言うんだろう、ちょっと表情少なめなのに
甘々太陽なところとパフォーマンスめっちゃいいところ、なんかギャップ素晴らしい。多分なんか若いからってなんか押していいのかなって思っちゃう人いるかもしれないけど、絶対今押しといた方がいい絶対今押しといた方がいい。ビジも大人っぽいからそんなにザ・ロリって感じでもなくいいと思ういいと思う。いずれあの年齢に追いつく顔立ちだと思う。っていうね、あのオタク目線で見てます。うん、素晴らしいですね。あと、いやあとっていうかみんないいんやけどね、もうなんか本当にあの通販番組みたいにあのみんなを紹介していきたい。こちらはみたいな店舗で。でもそんなんやってたらもうマジで1時間超えちゃうんでやめときます。うんこちらはってなってしまうからね。浜田響ちゃん、浜田響ちゃんはステージ映えすごかったね。なんかあんまり知らなかったけどステージ見てビジュアルとパフォーマンスがめっちゃ良かった。おきチャンネルは続けるんですか？おきチャンネル明日投稿しようかなって思ってるんやけど素材があんまなくて、この間のクリスマスのお話し会撮ってるんですけど一応ちょっとだけなんか終わり方とかが難しくて、ほぼほぼ編集終わったんだけどラストだけどうしようって感じで。も明日を逃したらもう一生上がんないから頑張るしかないかなと思ってるんですけど、まあ、上がればもし上がれば皆さん見てください。爆破落ち、え、爆破落ちとかいいん？なんか最後は生誕祭のセレモニーでなんか私がお花持ってイエーイみたいな感じで終わろうかなと思ったんだけど、いつもはなんかこうなんか最後のエンディングトークみたいないつも YouTube 用に撮ってるんですけど撮り忘れて、なんかいつもだったらはいというわけで見ていただきましたがみたいな、でチャンネル登録高評価よろしくお願いしますみたいなのを撮ってるんですけど今回撮ってなくてどうしようみたいな。じゃあありがとうございましたドーンみたいな爆発させればいいのかな。そうしようかな、ありか、なんかちょっと爆発の素材でも集めようかな。ちょっとむずいマジで今んとこどうしようかなって感じ。まあでもなんとかして頑張って明日にはあげたいと思うのでぜひよろしくお願いしますあとからエンディングだけ撮ればいいのに。あーそっか、確かになんかあんまり時系列っていうか服とかが違うのもなんかちょっと気になっちゃうんだよね。確かに今日サンタの服着てる時に撮ればよかった忘れてた、今日一緒だわあの時と。確かに思い浮かばんかったもう今日はねめっちゃ眠い、本当に疲れが全力出し切った昨日と今日で。編集して寝るか寝てから編集するか迷ってる どっちも捨てがたいけど、寝てからだな。やっぱり最近早起きだから寝ようかな。
確かに。頑張ります。応援してください皆さん、ぜひぜひぜひ。ビアル舞台と輝く活動見ました。おきちゃんめっちゃ可愛かった、ありがとう。ルジー、そういえばサンタさん来なかったな。結局明日か、来るのは。来てくれるか、24歳の元にもサンタさん来てくれるのかしら。ドラム式洗濯機、あ、なんか吉田沙羅からリプが来て怖いんだけど通知来た今、めっちゃ怖い文面送られてきたんだけど、怖いから見なかったことにしよう今 X の通知が来た、ちょっと怖いから見なかったことにしときます。知らんぷり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 、無視しとこうなんて来たの、え、ちょっと見てきてください、ちょっと見てきてください、私の X をたどってください、これだけ来た笑った。サラピチャートリリーダーなんだね、おもろいわ。おもろいって言っちゃダメだけど、おもろいわ。でも確かにリーダーっぽいことをなんかしてるイメージあった、セトリとか構成とか。うん、千穂ちゃんじゃなくなった、だから千穂さんがサラピでって言ってサラピになった。まあしっかりしてますよサラピは。うん、怖いだけじゃないって言っとかないと怒られるから怖いだけじゃないですね、本当にいいやつです。いいやつだし、あのパフォーマンスとかも覚えるの早いです、めっちゃ人のも覚えるの早いです意外とリーダー適性あります、声が低いだけですあと自分をさらけ出しすぎなだけです。ファンにも厳しいからなサラピは。そうなんよ、サラピは裏で怖いんじゃなくて表でも裏でも怖いから好きなのよサラピ様だから。優しいんだけどね、優しい優しい。今日はね、私がサラペと一緒に猫耳しようって言ったらちゃんと猫耳してくれましたからね、優しいですよね、うん、きちゃんが誘ったのね。そう、なんか何の髪型しようって言ってたから誘った、なんかやらないって言ったら、これはって言ったら、って言いながらも意外と乗り気でやってくれたまあ今日しかできんかみたいな言って、確かに普通の公演じゃあんまりできないっていうか、ちょっとふざけてる髪型だから、うん、こういうねクリスマスとか特別な日しかねできません。いい感じ。そうなのよ。ちょっとこう肩回しますね。定期的に肩回しとかないと。本当に許してください。これ普段からやっちゃうんです。マッサージ行きたいな。皆さんも体を大事に。
購入したオキちゃんのクリスマスグッズを早くオキちゃん本人に見せたいです。ね、クリスマスグッズめっちゃ可愛いよね。クリスマスの衣装が可愛いから。ぜひぜひ。凝ってますよ、ポキポキ。今日ストレッチしてないからな、帰った時。やっぱ大事なんだなって思う。皆さんも一緒にストレッチします？うん、大事ですよ。じゃあまずみんなでストレッチしましょう。まずは右から首を右に向けます。腕を上げてください。右に傾けます。伸ばしてください。 ST がいつもやってるストレッチです。伸ばしましたか？じゃあ次は左です。同じことを左でやってください。じゃあ次上です。上向いたら咳が出そうはい、痛い。あ、みんな痛いですね。じゃあ次下です。こう手をこうして、あの頭をこうガッてして、下を真下を向いてください。これ結構首ききます。どうですか皆さん、首周りストレッチできましたか？で次は腕を全体です。こっちです。腕を横です。そしたら次はこっちです。体を前です。できましたか？本当は下にも行くんだけど、今日は座ってるんで、次こっちです。左です。STU 体操にはなかったやつ。 STU 体操はあれはあれ用に作ったやつだから、いつもやってるな、こっち。はい、続きまして前です。こっちです。これが一番気持ちいい。やっぱ伸ばすのは大事なんですね。まあこの後は足に行くんですけど、ちょっと足は座ってるのでやめておきましょう。はあ、だいぶいい感じになりましたね。うん、よしよし。うん、肘にハートついてる。ハート？あ、これハートじゃない、鼻鼻、ハートに見えた。鼻だよん。お鼻です。かわいい。右に鼻、左に鼻、背中に鼻見えたかな？見えた？これは可愛くてお気に入りのレッスン着です。背中が可愛いとレッスン動画が後ろからなので、あのとてもテンション上がる。どこの、どこだろう、なんか書いてある。これミルクフェドですね。ミルクフェドで買いました。もう1年ぐらい前だから覚えてなかった。マリメッコみたいそんな高級品にうんうん、かわいいっしょうんうんうん、最近服買ってないな、そういえば。買わなければ、なんかおしゃれして外に出ようっていう気にならない、寒すぎて。もうどれだけ厚着できるかの勝負になってきてるよくないよね。うんう
本当に寒い。私だってズボンの中にもあの分厚い裏肝のレギンス履いてるもん。マジで本当にズボン2枚履いてるようなもんだよね多分。もうダサダサでいってます。でももう皮膚が乾燥しちゃうから寒いと。うん、冬服の女の子は最強だからモコモコでも大丈夫。いやなんかそういう次元のモコモコじゃないんですよね。でも見せたら惹かれるから見せれない。タンクトップ希望。いやちょっと勘弁してください。ソラハさんでもなんか28日だったかな、なんかめっちゃあったかくなるみたいな聞いた、聞いたっていうかちょっと話題になってる。もうちょっとだね、あと5日後、ほぼ1週間かな。なんかめっちゃ暑くなるらしいよ全国各地で。うん、どんぐらいかわかんないけど多分沖縄ぐらい暑くなるみたいな。楽しみじゃない。でもさってことはさ5月ぐらいまでめっちゃ寒い寒さ続いたりするのかな。なんかちょっとずれてるよね季節が。怖いんだけど。私寒いの好きだけどずっと続いてほしくない。それは嘘でしょ。いや、え？でもなんかめっちゃ話題になってるんよ今。その外れても私のせいにしないでね。気象庁のせいにして。でもすごいなんかみんな半袖出そうかなみたいな感じだった。うーん、春来る、春先取り、気取りしちゃう春。まだ言うほど冬満喫してないけど。そうなんですよ。よいしょ。コメント打つ指も冷たい。え、わかる。なんかこたつから、今私こたつ命で生活してるんですけど、こたつから出てる部分寒すぎてもうやばいもん。指とかここが一番冷たい。このなんか私末端冷え性って思ってたんですけど、末端よりここのなんか骨の部分がめっちゃ冷たくなることに気づきました。ここ指の関節とここめっちゃ寒いと痒くなるし赤くなるから手袋が欠かせません。なんでなんだろう、なんでか分かんないけどここここあと手首もあと首ほっぺのこことこの E ラインにブツブツができる寒いと。謎じゃない。あと足太もも膝上なんか部位ごとなんだよね。足首ピンポイントジンマシン出てくる。なんか全身とかなんか腕にとかじゃなくてなんかここここ首ここここここみたいな。マジ謎なんだよね。そう細かい出てないとこは出てない。めっちゃさみんなにさ見てさもらってこう有識者に答えてほしいけどさ、ちょっとさジンマシンとかの画像ってさなんか苦手な人いるじゃないですか。いや今日送れない。そこまでブツブツではないんだけどなんかちょっと集合体の人とかはびっくりしちゃいそう。そうなんですよ。だからこらえてる。メールで送るのは最近は防備してます。うん。
ストレスですね。絶対ストレスじゃないと思うんだよな。もうなんか体の問題な気がする。皮膚って言いにくいな。皮膚。もうちょっとしたら終わりたいと思います。眠気が限界になってきた。これ外さないといけないのか、めっちゃめんどくさいな。なんかもうどうなってるのかもわかんないそろそろ終わって寝ようかな。ありがとうございました。今日は昼と夜2公演、素敵なクリスマスになりました。この髪の毛をほどいて終わりたいんだけど、マジでほどき方がわからなすぎて困ってる。なんかね、ピンでもなく、なんかね、これよれないようにね、一回ゴムでなんかね見たんよ、やり方。そしたらね、なんていうの、ここを三つ編みするじゃないですか、猫耳のために。ちょっと毛束やばい、バラバラになった。でその三つ編みしたやつのここなんかね、すごいことしてたよ。ここいうなんか毛取って、なんかそれをぐるんと巻いてゴムで一緒にして、なんかこうみたいな、なんかなんて言ったらいいんだろう、すごい難しいことしてたんですよ。だから補強されてるんですよ。これ取りたいけど、もう絶対取れる気がしないんだけど。いけるか。なんかハサミ使ったら全部取れそうだから、ちょっと一回これでちぎれたら一番嬉しい。いけるかな。ああ、こんなことならライブ終わりに撮ってもらうんだった。そうなんよ、絶対に怖いでしょ。でも大丈夫、これピンセットだから大丈夫。こういうねライブ向けの髪型はね、家で一人で撮るもんじゃないんですよね。人に撮ってもらうものなんですよ。これ無理だな。もう、ハゲる未来が見えました。どうやって取れたらいいんだろうって思ったけど、力技でいくしかないのかしら。でもな、ハサミはな、ハサミで何回ねえ、何回悲しい悲劇を起こしてきたかです。どうしたらいい、これどうなってるこのゴムさえ一回取れたらいいのに、なんか髪の毛を、ま、巻き込んでるから難しい。わかる、見えた、秘宝じゃない、速報。これの取り方、このゴムさえ取れたらいいんやけどな。いやー、髪の毛が、難しいよねこれ絶対。もうお風呂入ろう。お風呂入って、だってすごいよ、そういうことね。なるほど、難しいわこりゃお風呂入ってトリートメントで放置するのが一番ですね。もうでもとりあえず皮膚が引っ張られて限界なので、お風呂でヌメヌメして、このゴムが切れるのを待ちたいと思います。それじゃあそろそろ男女読んで終わろうかな。めっちゃ地肌痛い今。よし、13位から男女読みます。もう私の頭皮救出作戦です今から。13位コージーラッキーセブンさん、12位マッカさん、
11位おがゆさん、10位サンキュー青い鳥さん、9位カズノイさん、8位ペルさん、7位あちゃさん、6位トートーさん、5位オリちゃんさん、4位ジェリーさんでした。ありがとうございました。そして3位山勝さん、2位ホクさん、1位コバチャさんでした。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。ということで今日はこれで終わりたいと思うんですけど、皆さんクリスマス本当に2公演ありがとうございました。楽しい、本当に楽しい24日のクリスマスイブを過ごすことができました。皆さんありがとうございました。明日も、まあ明日もね、お休みの方はお休みだと思うし、クリスマスもしっかり楽しんでください。バイバーイ。メリークリスマスイブ。バイチャラポー。